まして自己紹介お願いします。はい、はい、ロックポケ時代からの熱狂的なファンです。今日は緊張してます、砂溜です。よろしくお願いします。砂溜さん、はい、ね、もううんこちゃんを見る目がね、キラキラしてるという、そう、なんかよく見ていただいてるみたいで超緊張ですよ。いやいや、ありがとうございます本当に、はい、はい、ワクワクします。はい、よろしくお願いします。はい、砂溜さん、そういう太陽がないと月が輝かない的な感じで、はい、俺だからなんか俺キヨとかアブとか戻ってきてほしいですけどね、ニコ動。ほう、やってほしいわ本当にね。まあ確かに、何その苦笑い。いや違う違う違う、なんで今砂溜さんが苦笑いした。いや違う、帰ってきたらニコニコでの居場所がなくなる俺もすげえ感じ悪いんですけど砂溜さん。いや違う違う、本当にそう思って、なんかまあまあめちゃめちゃ狡猾じゃないですか。来ますね。あ、そうなんですね。僕はいやでも確かに、はい、うんこちゃんがそのアイドル実況さんの悪口言ってる時はすごい好きだった。そう、好き、僕全然嫌いじゃないですね、はい、すごい自分うんこちゃんの炎上の消し方で好きな消し方があって。ああ、なんすか。ほう、炎上でうんこちゃんを責める人以上に激高する、怒るっていう。ああ、しますね。だから こっちが引くぐらい怒るっていう。はいはいはい、あのセルビア大使館の時が本当面白くて、それがなんか、あ、そうっすね、はい、で僕の場合は、はい、人に迷惑かける炎上ってできるだけしたくないんですよ。おーおー、なんかだからまあそのセルフ発信の炎上は全然ありだなっていう考えなんで、はい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 、自分に都合の悪いコメントは 1000% 無視します僕は。おお、やっぱ気にしない。どんなことがあっても拾わないです僕は。気にしない。いや気にしてますけど拾わないです。おお、何があっても拾わない。それが一番ですよこれ。はあ、なるほど。はい、まあそれもなんかこう、ええ、結構炎上もなんかチャンスだってポジティブに捉えるみたいな。そう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 。そこで来た僕のアンチの人が。その好意的に変わってくれるんじゃないかみたいな、そういうのがあるじゃないですか。そうですね。そう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 。ですね。砂溜さんとかのリアルなやつ聞きたいわ。いや、でも、ね、絶対砂溜さんいる、絶対超リアルなやつ聞きたい。マジかよみたいな。最近こう、はい、あ、これ1、2年後にオワコンになる自分がいるなっていうちょっとすごいっすの数字、いやいやいや数字フェチなんで。ああ、こう自分の再生数とかを一時期こうエクセルとかでチェックして向上心がすごい大物には勝てないので、正面から戦うと。あ、まあまあね、すごい人いるもんね。ってなると、うん、例えばそのプレイがうまいとか、うん、あるいはその人よりも先のパートをやっているとか、うん、でそういったところで頑張らないとなと思って、こうニコニコ動画とかでは発売日当日にまあ頑張ってこう、うん、よしいっぱいやるぞみたいな感じでパートを3とか4とか同時に上げたんですよね、うん、でそれでまあなんとかなってきたんですけど、うん、YouTube で全く同じ手法をして、うん、その初日にパート3上げましたって言ったらトップの人がパート9まで上がってた、その時。で4日目にパート30までいってて。マジで無理、これは暗黒大陸です本当に。なんか俺でもね、はい、そういうの好きじゃないわ。いや、はい、ダメさん、何何何、うんこちゃんはそう言うと思うんですよ。それは、うん、うんこちゃんが面白いから。いやいや違う違う、なんかさギスギスしちゃってない、そういう。じゃあなんかそれは打算的になっちゃうと、それはもううんこちゃんが腕力で突破できるからそうなのかな。こっちは必死なんだよと。実力で勝負してくださいよ、うん、トークの。いやもうなんか技を使わなくちゃ勝てないですよ。もうハンマー裕次郎なんで、うんこちゃんはもう完全に腕力で。でも俺この前やったよ、はい、ガッチマンの動画見てるんだけど、はい、がガチさん、はい、パート1上げた日に、の次の日に俺は生放送で全部やるっていうのを最近やってるわ。最近やってるやん。結果じゃなくてやってる。最近やってるやん。結局やってるじゃないですか。おすすめだからみんなやった方がいいよ。ガッチマンすげえね、面白い動画、ゲームいっぱい知ってるからやってますね。そう、パート1上げた日に俺だから毎日チェックしてて、あ、パート1上げだったらその日にゲーム、同じゲーム買ってきて次の日にやるっていう全部なんかゲームのカタログみたいな。そう、見事にドスベってマジでこの前なんかガッチマンに申し訳ないことしたわ。なんかランタンって、ジャックオランタンが好きで、はい、なんかその変に大声出さない、はい、なんかすごい静かにやるんですよ、うん、お前俺のことディスってんだろそれお前さっきまでなんかこいつちょっと気があるかなと思ってたのに、何大声出さない人が好きって俺常に俺防音室借りてんだけど、自分の声が大きすぎて。普段はかなり落ち着いて実況してる。あ、そうそう、普段は。あ、なるほど。盛り上げるとこ盛り上げる。確かに確かに。